ヨーゼフ・クレメンス・フォン・バイエルンは、ビッテルス・バッフ派家のケルン選定校。バイエルン選定校、フェルディナント・マリアとサボイヤ校、ビットーリオ・アメデーオ一世の娘アデライデ・エンリエッタの次男。フランス王大使、ルイの日・マリア・アンナは、姉、バイエルン選定校、マクシミリアン二世エマヌエルは兄で、アストリアス校、ヨーゼフ・フェルディナント、バイエルン選定校兼神聖ローマ皇帝カール七世。 ケルンセ帝公兼ドイツ騎士団総長、クレメンス・アウグスト、スペイン王・フェリペ5世は老いに当たる。ビッテルスバッファ家の権益保全のため、1685年に、死んだジョージのフライジング・レーゲンスブルク主教、アルブレヒト・ジギスムントの後を継ぎ、14歳にも、かかわらず、後位聖職者となった。3年後の1688年に、アルブレヒト・ジギスムントの兄であるケルンセ帝公、 マクシミリアン・ハイン・リヒが死去、ケルン選定抗にもなった。しかし、フランス王ルイ14世が対立候補を擁立したため紛争となり、同族のプファルツ選定抗、フィリップ・ビルヘルムに対するルイ14世の介入と、共に大同盟戦争の一員となった。1694年に、リエージュ死去に選ばれ、1692年に、スペイン領ネーデルラント総督に任命された兄と、 共に、オランダに対する、影響力を持つようになった。またこの頃からフランスに協力するようになり、二人の、老いが、スペインを追い継承者に選ばれたこともあって、スペイン王位い継承で、ルイ14世に、加担、1701年に、フランス軍をケルンに駐屯させ、オランダ進行の拠点に、させた。結果、スペイン継承戦争で、イングランド・オランダ同盟軍に領土を占領され、 1> 翌1702年にフランスへ亡命した。その後兄もブレンハイムの戦い、ラミーの戦いで大敗して、バイエルンとスペイン両ネーデルラントを失い、フランスへ亡命、終戦まで領土を取り戻せなかった。1714年のバーデン条約で選定校に、復帰、兄と共にドイツへ戻り、1723年に51歳で、ボンで亡くなった。選定行位は、 おいのクレメンス・アウグストが継いだ。ありがとうございます。